よし、はい、というわけで岡山の街やってきました。2週目のね、まん延防止解除から2週目の土曜日でございます。今はね、あの岡山駅のなんて言うのかな、この目の前がね宝冠町商店街が見えます。東口なんですけど、今ちょっと謎な高架橋を通ってるんですけども、ちょうど目の前に、ね、岡山駅が見えて、のサンライズがね停車してます。これは東京まで行くんですけど、ちょっと今日はお また騒がしい街になりつつ、わからない高架橋なんですけども、何なんでしょうね。でちなみにね、この目の前に信号があるんですけども、これね向こうの昔はね向こうまで通ってたんですよね。踏切があったんですけど、まあなんかいろいろとあって、ここに踏切をなくしてね、開かずの間の踏切って言われてたんで、ここ踏切なくして地下道になったっていう、まあその関係のこの高架橋っていうのもあるのかな。はい、今日はちょっと歩いてきます。まあ、この辺はね結構ね裏岡山みたいな隠れ家的なね居酒屋さん多くて、そんなに人がいっぱいいるっていうわけじゃないんですけども、昔ながらのねエリアでございます。で目の前に見えるのが岡山駅の東口でございます。この辺が立ち退きエリアになってます。なんかね片付けしてるお店もありますね。その閉店に向けての、ここもなくなるらしいです。三好野さん、お弁当屋さんなんですけど、だったんですけども、もともとはこの大きなビルなんですけども、このレストランあったりね、ビアガーであったのかな、なんかそういうようなお楽しみエリア、あ、会場か、はい、このパチンコ屋さんとか郵便局もねなくなるっていう、もうなくなって、まあ、駐車場になったり更地になったりとか、なんかそういう、感じでございます。だからこういうね路地裏なくなっちゃいます。この辺もですよね、綺麗さっぱり、でもこの屋根もなくなっちゃうんですよね。これは岡山駅の東口で、でここもね、もうなくなっちゃうんですよね。ドン・キホーテさん閉店なんですけど、結構ね賑やかな感じになってます。明日かな、この撮影日の次の明日に、なくなっちゃうんですけど、
目に焼き付けておきたいですね。もういいですね。だからこの建物もねなくなっちゃうんですよね。このドラッグストアも、先月ぐらいに閉店したんですけども、もうなくなります。でこの目の前のカプセルホテルもパチンコ兼カプセルホテルなくなっちゃうということです。ここもねお店あったんですけどね、もう立ち退いてますね、はい、でここもねおそらくもう再開発のもう始まってますね、解体が。ここもねなくなっちゃうんですよね。なくなっちゃうというかメルポさんのプランなんですけども、1月の終わりになくなりました。この建物もなくなって、でずっとね、そこの通りかなまで更地になるということで、もうほとんどね入ってるお店ないですね。中華そば屋さんも閉店のお知らせということで、昭和53年、いや45年。ね、あまりやってたんですけど閉店しちゃうということですね。イコットニコットの前に来ました。ここがね岡山メルパの通りなんですけども、上にね、上っていうかこの目の前の屋根にね岡山メルパっていうあれがあったんですけども、これも全部取り除いて、でも書いてますね。ちょっと見てみましょう。撤去のあれですね。だからこの辺とかもね普通にメルパの、ね、関係の施設があったんですけども、全部畳んで、今ホテルになってます。まあねこの辺はねまだ残る場所なんですけども、全くね雰囲気がちゃいますね。どちらかというと新しいお店がほとんどだと思うんですけども、はい、西川緑道公園に入りました。まあ、今日はなんか意外と平和ですね。雨上がりなのでやはり、あとちょっと寒いのでそんなになんか暴れる人もいないかなと思います。先週はね結構派手でしたけども、今週は落ち着いております。ここで大体今日の岡山の様子がわかるという。
あ、流行ってますね。めちゃめちゃクラブのように。はい、というわけで今日はこんな感じで、あのそんなに荒れたような岡山の街じゃなかったですけども、また引き続きね、この街の様子をお届けして、夜の遊び場、飲み場の参考にしていただけたらなと思います。というわけで今日は失礼します。